フランキー・マニングはアメリカ合衆国のダンサー、インストラクター、振付師。マニングはリンディホップの創始者の一人とみなされる。マニングは1914年にフロリダ州ジャックソンビルで生まれる。ダンサーだった母親は夫と別れた後3歳のマニングを連れてハーレムに移り住んだ。マニングは幼少時からダンスを始める。母親は彼を夏休みを過ごすために 父親と共にサウスカロライナ州駅にある祖母とおばの農場に送り、そこでダンスに関する大きな影響を受けることとなる。土曜日になると農場の労働者と地元の住民は音楽を演奏するためにハーモニカと洗濯桶を持って農場の入り口に集まってきた。そして祖母は内気なフランキーにヤードで出て他の人たちと踊るよう励ました。 ひとたびダンスの輪の中に入ると、フランキーは本当にダンスの雰囲気をつかみ始めた。そして彼は踊りを止めようとはしなかった。ニューヨークに戻ると母親がハロウィンのダンスのためにダンス会場を飾り付けるのを手伝うように彼を誘い、その日の夜9時から行われるダンスパーティーに連れて行くことを約束した。その後彼は1927年から ルネッサンスボールルームでダンスを始めるようになった。彼は母親がフォックストロットやワルツのような正式なダンス上のスタイルで踊っているのをバルコニーから見て驚いた。それまで彼が見た母親のダンスは近所のハウスパーティーでのより緩くてカジュアルなスタイルだけであった。彼はその日の夜遅く母親と踊り、その後母はフランキー、あなたは決してダンサーにはなれない。 なぜならあなたは硬すぎるから、と話した。フランキーは本当に母親を愛しており、彼女を喜ばせたかった。これが彼がダンスを学びたかった理由であった。彼は寝室のビクトローラでレコードを聴き、ホーキアイスを使って柔らかくなろうとダンスを練習した。成長すると彼はより上手なダンサーが集まるサボイボールルームに通うようになる。 サボイはニューヨークの唯一の総合ダンス場でもあった。彼は30年代サボイに頻繁に通い、最終的にはエリートとメイカドでのダンサーが踊ることができるカートのコーナーのダンサーとなった。ありがとうございます。